はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今日ちょっとお仕事がありまして外に出るので、またゲットレディーズインを撮っていければなと思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあ早速ね、メイクからいつも通りやっていくんですけれども、今日ですね、ちょっとやりたいことというかがありまして、私のインスタグラムを見てくれてる方はもうわかると思うんですが、先日ですね、前のインスタグラムのねストーリーズなんですけれども、ちょっと前かな、もうだいぶ前になるのかな、みんなから私に対する偏見を募集するっていうものが TikTok で流行ってたらしくて、すごく面白そうで、私も気になったんです。そのみんながどういう偏見、まあイメージを私に持ってるかなっていうのをすごい気になっちゃって、で募集したんですよ。それを今日はそれをちょっと読み上げながらやっていこうと思ってます。でまだ実際に私もちらっとは見たんですけど、全部見切れてなくって、どんなのが来てるかっていうのが分かんないんですけど、めっちゃ送ってくれてるちょっと読んでいこうか。答えながら今日は準備していこうと思います。え、何があるかな。シンプルになんかイメージカラーを答えてくれてる方もいますね。黒、紫とか、集めるもの黒白が多そうとか。確かに、まあ、私本名の漢字に紫っていう字が入ってるので、大体私のイメージカラーは紫って言われることがやっぱ多いですね。イメージカラーというか、自分でもラッキーカラーだとは思ってます。まあ、確かに集めるもの黒白が多いですね。インテリアもそんな感じだし、お洋服もみんなご存知の通り私はモノトーンが多いので黒白が多いですね。気強そうに見えて控えめで優しい、絶対そうというか、ミクチャ時代から見てて人柄まで素敵嬉しい。これはていうか、ミクチャ時代から見てくれてるのが本当にすごい。中学校とか高校生ぐらいなので、軽く5、6年前とかですか。すごいな男の人あんまり好きくないそうもうそもそもが男の人が好きじゃなさそうというそんなイメージあるんだ。大好きみたいな感じじゃないですけど、男性という生き物は嫌いではないです、別にその時点での好き嫌いは別にないですでもやっぱ多い、男に興味なさそうとか多いな。そういう感じに見えるんですね。まあそうだね、まあ、そうですよね。恋愛経験がないって言ってる時点で多分そういう風に見えますよね、きっと。あーねってよく言ってそうあーね、あーねって、あー、どうなんだろう、これはどうです、言ってるかな。 YouTube であーねは言わないですけど、さすがに一人だし。でも昔は言ってたかもな、ギャルっぽいじゃないですけど、それなーとかあーねーも言ってた気がするな。たまーに言ってた気がするはい、ほんと面白すぎる納豆はあんまり混ぜずに食べそうなんで逆に私めっちゃ混ぜますよ。なんか大型の特徴なのかな、なんか変なとこにこだわるじゃないですか。で私納豆はそれちょっと入ってて、もちろん混ぜずに食べるのも嫌ですし、すっごい中途半端に混ぜるのも嫌なんですよ。だからもうなんかその泡みたいな感じになる方が好きなので、全体をまんべんなく混ぜたい人なんですよ。何でもサラダのドレッシングとかでもガーってかけてちゃんとしっかり混ぜたいし、あとはこれ多分分かれると思うんですけど、サイゼのミラノフードリアあるじゃないですか。最近食べてないけど食べたいな。昔めっちゃ食べてて、あれもね、今はマナー的にどうなのかなと思ってやらないんですけど、ほんとちっちゃい時はあれも全部グワーって混ぜてから食べるタイプでした。均一にしたい、まんべんなくしたいっていうのが強いので、納豆もちゃんと混ぜます。なんなら結構混ぜる方だと思う。面白い、そういう角度からもあるんですね他人と仲深めたいけど、自分好きで友達においても恋人においても長続きする人が少ない。あー、どうなんだ。でも恋人はあんま分かんないですけど、逆に友達は私は狭く深くタイプなので、いろんな人と友達になりたいみたいなのはあんまりないかもしれないですね。でもこっちに友達があんまりいなさすぎて、こっちの友達はもう少し増やしたいなというか思うんですけど、長続き、これは恋人とかの方が分かりやすいのか。まあでも友達は狭く深くタイプです。限られた人っていう感じです。友達結構彼氏とかできたら2人の時だけ甘えてそう。そういう感じに見えるんだ。実は甘えたそうに見えますか。でもなんか甘え方が分からなさそうだな。結構人に頼るのが苦手で、これめっちゃ覚えてるんですけど、小学校の頃卒業アルバムに当時の先生とかからもらうじゃないですか、メッセージとかを。そこにも思秋なって言うんですけど、しゅうちゃんって呼ばれてて、しゅうちゃんは周りに話すのがすごく苦手で自分で溜め込むタイプだから、もう少し周りを頼ってねみたいなことをその当時の先生にメッセージをもらって、その時は全然自分では気にしなかったので、そうなんだっていう。まあでも確かに本当にツボ見せられる人、何でもさらけ出せる人はマジでいないかもしれない
すごい仲いい子でも素ではいるつもりなんですけど、何かさらけ出せない感はあるのかな。一人でいるの好きそうもあったんですけど、割と一人でいるのは結構好きですね。もちろん友達といるのもすごい好きで、また違った楽しさがありますねっていう感じ。私はみんなどうなんだろう、なんかそういう人がいたらいいなと思いますけど、多分私全部さらけ出すのは無理かもしれないな。別に無理にさらけ出そうとは思わないですけど、それがなんかちょっと距離を感じさせてしまうのかな。男の子の前になると緊張して空回りしちゃいそう。男の人を目の前にすると意外に恥ずかしがっちゃいそう。でも女の子同士だとうわーって騒ぐ人によるかな。これはなんかほんと友達みたいな感じの人だったら全然あれですけど、初対面とかだとすっごい緊張するかも。変にしないですか、みんな。初対面の人とかって、女の子同士だとわーって騒ぐ。仲良くなってきたらめちゃくちゃ騒ぐタイプだと思う、まあ、めちゃくちゃ騒ぐわけではないけど、日によってかな。ほんとめんどくさいんですよ、私ってすごい気分屋なので。自分の気分が高い時はすごいテンション高くてうるさいと思うけど、すっごい私がテンション低い時は全く喋らないとかもあると思うので、結構気分が前に出やすいタイプではあるな。まあ、なんかそういう面で言うと、タイマーが、お風呂場の防カビ燻煙剤をやってるので、そのタイマーが鳴りました。ちょっと換気してきます。 OK。 中高驚愕なんですけど、一応男性とあんま喋らなかったので、そもそもだから意外とこれは合ってるのかもしれないどう話したらいいか分かんないかもしれないですね。コミュニケーションの取り方が分かんないかも。だから緊張するかもな。プチプラコスメ嫌いそう。私大好きですよ、プチプラコスメ。マックとか結構使ってたりするからかな。プチプラコスメ大好きです。なんかすごい狙ったように今日ユアグラム使ってましたけど、全然そんなつもりは本当になかったです。なんか狙ったみたいな感じになっちゃってあれだったな。でも全然なんかプチプラだからとかいう理由で使わないとかはないです。朝必ずコーヒーとか飲んでそう。これね、意外と私飲まないです。コーヒーは飲めないことはないんですよ。ブラックコーヒーも全然飲めるんですけど、あんまり体に合わなくて、コーヒー飲むと気持ち悪くなっちゃうんですよね。コーヒーとかカフェラテとか、カフェインがダメなのかな。でもやっぱ年齢重ねるとカフェイン取りたくなるのかな。私のお母さんとおばあちゃんもめっちゃコーヒー好きで、おばあちゃんなんか実家の隣がおばあちゃん家で、たまにご飯一緒に食べてたりしてたんですけど、実家で。その時も何飲むって聞くと、あ、ばあちゃんコーヒーでいいよみたいな。食事にコーヒー、普通の食事にコーヒー飲んでましたからね。そのぐらいコーヒーが好きな家系ではあると思うんですけど、飲んでないですね、コーヒーは。すごいお金もらってそう、仕事でとか異性とかに。仕事はまだなんかわかるけど、異性にお金もらってそうってどういうことだろう実はパパ的な存在がいるってことですか。異性とかにお金もらってそうに見える。そういう意味で書いてるわけじゃないかもしれないですけど、そういうパパ活みたいなのは私は絶対できないかもな。なんか人付き合いが上手じゃないので、接客業とかも多分向いてないですし、できない気がするな。性格きつくてズバズバ言うけど、本当の友達のことは誰よりも大事にしてそう性格ね、どうなんですかね。でも私あんまズバズバ言わん。え、どうなんだろう。友達に聞かないと分かんないけど、ズバズバ言うかな。この顔からして性格きつそうとか気強そうっていうのは結構言われるんですよ。実際第一印象もあんま私良くないんですよ、人の喋りかけづらいとか近寄りがたいとか怖そうっていうイメージを持たれるんですけど、喋ってみると多分そうでもないと思うんですけどねでも友達は本当大事にしたいなって思ってますね。それは思ってる。嫌なことがあっても寝たら忘れてそうこれはね、正解割と忘れるタイプですね、私。その日とかにはなんかすごい嫌だなと思っても、寝てパッて起きるとスッてどっかになくなってるタイプですね。でも逆に真剣に悩むやつはいつまでも引きずるタイプかも。心配性なので、不安事とかがあると逆に気になりすぎて、それが対処できるまでずっとどっかに片隅にあるみたいな感じかもな。映画見るとき一つのものをちまちま食べてそういやー、これはあれかも。その量によるかもしれないです。ケーキワンピースとかカップアイスとか、なんかちょっとこうサイズ感が小さくてでもそんなに量をいっぱい食べられないものとかだとめちゃくちゃちまちま食べます。もうなくなるのが嫌すぎてケチなので。でも映画とか見るときって多分ポップコーンとかじゃないですか。ポップコーンは食べるスピード半端ないですめちゃくちゃ早い、止まんないですね。居酒屋とかでもつまみとかをゆっくりゆっくり食べることができなくて、友達もそうなんですけど結構みんなもうすぐなくなるんですよ。お酒のおつまみとして食べない、
もうその一品の料理として先に食べてしまうので、ゆっくり食べることができないですね。そういうものだとアイスとかなんかそういうのは本当は口いっぱいに広げたいなっていうのはあるんですけど、なくなるじゃないですか、すぐなくなっちゃうのがもったいなすぎて、そういうのはちまちま食べますね。一度嫌いと思った人はずっと嫌いそう。これ結構そうかもしれない。私一度ちょっと苦手かもって思っちゃうと、その態度を隠しきれなくてうまく付き合っていけないタイプですね。まあいい意味で多分素直なんでしょうねでもほんとそうかもな、うまく消せないと思う。絶対性格いい、嬉しい嬉しい、これはシンプルに嬉しいですね。これは自分でどうこういう話ではないと思いますけど、そう見てもらえてるのはすごく嬉しい。たまには良いイメージも言わせてください地元で強そう地元で強そう、どういう強そうなんだろう。これは全然なんともないですよ。強くもなんともない、普通です。ちょっと面白いな、なんかまだまだあるのでもう少しやっていいですかメイク終わったんですけど髪の毛も今からやるのでやっていいですか。理想が高そうね、理想が高そうはめちゃくちゃ言われますね。どうなんだろう、高いのかな理想。自分的には別に高くないとは思ってるんですけど、高いのかな。だからこんだけ恋愛経験ないのかなめっちゃ抱き枕に抱きついて寝てそう抱き枕は昔は抱き枕ないと私寝れない人でしたね。でも最近は別にかな。でも抱き枕私好きですね、結構いいですよね抱き枕、なんか安心する。やっぱ大雑把そう、正解ですもうほんと大雑把ですよ。でもどうなんだろう、血液型と関係あるんですかね。よく、まあ、大型って言うと大雑把って言われてるじゃないですか。でも私大型なんですけど、変なとこにこだわりはあるんですけど、自分が気にならないところは本当に大雑把です。常温の水素水飲んでそうか、常温は常温なんですけど普通の水飲んでますね。カップラーメンとか食べなさそう。確かにカップラーメン私全然食べないですね。美味しいんですよ、もちろん美味しいんですけど、カップラーメン食べるんだったら普通にラーメン食べたいって思うけど、そもそもラーメンをあんまり食べないので、ラーメン自体はあんま食べないな。実はいろんな男口説いてるマジ？全然口説いたことないな男の人全然それはやったことないですね。あー、仲いい友達にはしようって感じ。うん、これは多分合ってる。仲良くなると冷たくなりがちだとは思う。でも人によるのかな。友達も私いろんな友達がいるので、人それぞれなんですけど、性格とかも向こうがすごいこうグイ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 来てくれるような感じだと逆に塩になるかも。でも向こうが逆に塩で冷たかったりとかすると、割と自分からこう話しかけるかもな。無意識のうちにそうなってるかもしれない。いい意味で一人で生きていけそう。これも多いですね、なんか見てると一人で生きていけそう。やっぱなんかそういう感じに見えるのか。まあでも甘えるのが本当苦手だからそう見えるんだろうな。だから全然モテないんでしょうね。やっぱ男の人って弱いところ見せられると多分守りたいって思うじゃないですか。そういうのが欠けてるんだろうな。フシコちゃんみたいに全身ピチピチのスーツでバイク乗ってそう。てか乗ってほしい。これめっちゃ面白い。やばい、それを想像したらめっちゃ面白いですね。多分乗らないけど、そういう雰囲気はすごい好きですね。確かにな、バイク乗ってみたいかも。めっちゃ怖そうだけど、危なっかしそうじゃないですか私。強そうに見えて実はお豆腐メンタル。そう、これはね、そうですね、強そうに見られがちなんですけど、メンタルはマジでもうお豆腐ですよ私。プレッシャーとかにはめっちゃ弱いし、めっちゃメンタル弱い影でめっちゃ泣いてそう。めっちゃではないけど、でも私結構泣き虫ですよ昔から。すぐ泣いちゃうんです、ほんとメンタルが弱くて。やっぱみんな結構私のこと分かってるな、分かってるなっていうか、こうイメージ通りかもな。タオルとか使い方と使う場所で分けてそうです。あ、でもタオルは結構分けてるかも。実家がそうだったので分けてますね、タオルは。彼氏いそう。いや、本当に、本当にいないです。よく言われるんですよ。いやいやいや、シュナタン、恋愛経験ないとか言ってるけど、絶対いるでしょうと。実は、出してないだけで絶対いるでしょうって言われるんですよ、よく。これは本気で言います。本当にいないです。し、今まで彼氏ができたことも本当にないです。これだけは本当に信じてください、まあ、これだけはというか本当に信じてください前日の夜に次の日の夜服イメトレしてそう。はい、してますちなみに昨日も、あ、明日何着ようかなって、明日ゲットレディーズミートレし何着ようかなってめっちゃ考えてましたうわー
これはすごいなんかピンポイントできたけど、そうかもなって思っちゃった。道ですれ違う人のファッションチェックしてそう、しちゃってるかも、無意識に。あーしてるな、してますね。私一回やったのは、友達が学生時代の時に彼氏ができたって言って、その人が他校だったんですよ。なんかお祭りかなんかでたまたまね、行く前にその友達とすれ違って、でその友達がその彼氏と一緒に行って、その時にその友達曰く、私が友達の彼氏のことは初めましてですよ、初めましてで、シューナさんって、シューナマジでつま先から頭で舐めるように見てたよみたいなって言われて、マジと思って、自分では本当濡れそうなつもりなかったんですけど、多分知らぬ間にチェックしてたんでしょうね、ファッションを。わーと思って、そっからちょっと気をつけるようにはしてるんですけど、それ聞いた時にめっちゃ嫌なやつじゃんと思って、めっちゃ印象悪いじゃんと思って、でも結構見ちゃうかもないや本当これはね、マジ自分でもちょっとあれなんですよね。これは面白い、オーガニックしか好まなさそう。確かにね見えますよね、絶対そういう風に。めっちゃオーガニックとか自然派とかヴィーガンとかめっちゃ敏感そうですよね。でも確かになんかそういうのがメニューとかであると割とそっちを選んじゃうかも。めっちゃ好きです確かに夏でも暖房つけながら辛い料理食べて極限まで自分追い込んでそうなイメージ。いい意味で、いい意味でとはどういうことだろう。いい意味とかありますこれってでも私辛いものね、なんか別に食べれるんですけど、弊害がすごくて、次の日の辛いものあんま好んで食べないですね。ベランダで弱いお酒をやっぱこれとか言って一人で飲んでそうどういうことわざわざ自分にこう酔いながら、世にふけり、世にふけり、世にふけながらこうちょっとベランダに座ってお酒こうやって、あーやっぱこれだわってやったことない、優しい裏ボスやっぱボス感あります。どうなんだろう、ボスなのかな、まあ、でもなんか部長やってたっていうのもあって、ちょっとなんかまとめたい欲は強いかもしれないですね。頑固っぽい、当たってる、頑固です私本当に。まあ、興味のないことは全然どうでもいいんですけど、自分が気になることはなるべく譲りたくないですね。頑固です、めちゃくちゃ。お仕事柄とかってだけじゃなくて、すごく気を使っていそう。でもこれは結構当たってるかもな。私は割と気にしいなので、気使っちゃう、本当に。そのぐらいいいじゃんみたいなことでもできないタイプかもしれないです。もしかしたらっていうのをすごく考えちゃって、慎重なタイプかもしれないですね。うわー、これめっちゃ当たってる。友達に冷たく接しすぎて一人になった時後悔してそう。これめっちゃ当たってるかも。そのさっき言ったみたいに、仲いい子とかだとなんかこう冷たくなっちゃうって言ったじゃないですか。でも一人になった時に、もうなんで私そんな冷たくしちゃったんだろうみたいなのめっちゃ思うタイプだ。楽しすぎて準備とかそっちのけになっちゃってるけど、まあ一応もう準備終わったんですけどね。もうちょっと見ていこうかな。読み切れなかったから。コーデは後で紹介します。鼻ほじってなさそう鼻ほじらない人間いるんですかね逆に鼻ってほじらずにケアできるんですかね。鼻ってそんな人前でこうグリ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 ほじることはないですけど、でも鼻やっぱあのケアしますよおばあちゃんたち大好きそう。もうこれも当たってますね。おばあちゃんおじいちゃん私大好きですね。めちゃくちゃおばあちゃんおじいちゃんとかね、すごい仲睦まじく歩いてたりとか、喫茶店とかにいる夫婦とか見かけるともうかわいいってなっちゃいますね。だから私もそういうおじいちゃんおばあちゃんになりたいなと思ってるんですよね自分と同じ系統の女としか仲良くしなそう全然そんなことないですよ。逆に友達あんま同じ系統の子も、まあ、いるけど、逆に違う系統の子が多いかもしれないですね。割とバラバラです。小さい時からメイクが好きそう。これはね、私逆でした。全く逆で、ファッションはすごい好きだったんですよ、ちっちゃい時から。でもメイクは私はもう絶対やんないと思ってました。お姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんがまあ中学校とかになってメイクしだして、なんでメイクしてんのって思いましたもんね。私絶対メイクとかしない、全然興味ないって思ったけど、いつの間にかめっちゃ好きでやってますちょっと抜けてて意外とみんなから変人って言われてそう。これは結構そうかもしれない。友達にはよく言われますね。シューナってなんか抜けてるよねっていうのは結構言われるかな。変人までは言われないけど。いや。テンション上がったら逆立ちしてそうはもう。どういうイメージなんですかそれは。テンション上がったら逆立ち、イエーイみたいな。壁に向かって、ふわーって感じ。大人
数の男性の前になると乙女になりそう。大人数の男性に囲まれたことがないので何とも言えないですけど、どうなんだろう、乙女になりそうか。まあでもなんかタジタジしそうではありますよね。なんかケチそう。ケチです。一口しょうないとか言われてあげるのあんま好きじゃないかも。ケチすぎ。ケチすぎだろ。最近はそんなことないですけど、昔は結構そういうの嫌でしたね。ちょっとちょうだいとかあんまり好きじゃないタイプでした。牛乳よりも豆乳のが好き。正解。部屋強い女の匂いしそう。強い女の匂い。どんな匂いだろうか。でもデビューザーは置いてますね。強い女ではないかもだけど。はい、ということで、まあ、こんな感じで。皆さん本当たくさんの返金ありがとうございました。結構当たってるなーっていうものもあれば、いやいや、そんなことないよっていうやつもあったりとかして、楽しかったです、めちゃくちゃ。ということで、メイクとお部屋こんな感じで完成したので、最後コーディネート紹介したいと思います。はい、ということで本日の私のコーディネートこんな感じでございます。じゃじゃーん。今日はちょっとカジュアルな感じにしてみました。まずこのトップスがアベモアのルームウェアなんですけど、こんな感じで別々に着ても可愛いので、今日はグレーのトップスを着てます。ボーダーの幅がね、珍しい幅で、このロゴも刺繍なんですけど、すごい気に入ってるアイテムです。それにこのスキニーパンツ、これがね若干こう色あせた感じのグレーのスキニーなんですけど、これがあのローラさんのブランドのやつですね。スタジオ R330 のめっちゃストレッチの効いた超好きなパンツです。これは3色持ってます。今日はグレーのやつです。でそれにこのブーツ、この前ザラのね購入品で紹介したと思うんですけど履いちゃいました。これこっち側がちょっと朝っぽい素材になってるので、全然夏でも暑苦しくないロングブーツなので、もう履いちゃいました。可愛くないですかこれ。やっぱこれがちょっと変わったデザインだから、こういうシンプルな洋服でもいいアクセントになって、すごい可愛いコーデになりました。でバッグはチャールズ&キースのバッグです。シンプルに黒のチェーンのバッグ。今日トップスとボトムスがグレーで、ちょっと色味がふわーっとした感じなので、バッグはブラックで締めてみました。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。はい、ということでこんな感じで準備完了したのでお仕事行ってきます。多分気になった方もいると思うんですけど、私今これグレーを着てるじゃないですか。で、前私すごい汗っかきで夏はグレーとかほんと着れないって言ってたと思うんですけど、前もなんかで紹介したんですけど、脇汗パッド、その脇のところにパッドがついた下着を今着てます。もうだから今日はグレーを着ていくんですが、まあ、こういう汗がちょっと気になるなっていうものとかは、こういったなんか下着があるんですけど、それを着ていきたいと思います。というわけで今回はみんなからのイメージや偏見を見ながら準備していったんですけど、もうあっという間でしたね。めちゃくちゃ楽しかったので、またなんかみんなにいろいろ募集したりとか、アンケートをしたりとかすると思うので、またその時はぜひご協力お願いします。なのでインスタもぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。